俺全然譲りますね。そのお願いの仕方にもよりますけど、なんか当たり前のように言われるとカチンときた場合は譲らないですけど、こんな見え方するんだみたいなものを事前に調べて、一番見えやすい真ん中の席を押さえるので、うん、私はしっかり努力してその席取ったのに後から来たなんかそのカップルとかに、はい、なんか2人で並びたいんでとか言ったら、え、じゃあそうやって努力して取れよって逆に思っちゃうんです。譲らない派っていうかメンタル的な問題ですね。だって分かってて取ったのに、入ってきて代わってくださいって譲られようとして取ってんなって話になるじゃないですか、うん、だからその根性が気に入らないんですよ。